走って、ちょっと待って、 OK OK、 皆さんやりますよ。これから準備いいですか？ふう、準備いいですか？今ね、正直言うと夜の9時30分なんですよ。で、明日サンクスギビングの日なの。なんか第2弾をやろうと思って商品は全部買ってあったんだけど、うちはなかなかね、子供が3人いるからバタバタしてて時間がないとかで、でもそれで多分もう自分のスタミナっていうの、なんかパワーがある時でやる気がある時に、もう時間がある時にバッと取らないと多分この先ずっと取れないと思ったから、明日選挙的分だけどちょっと昼間子供たちと昼寝してチャージしたんで、今のうちにやっちゃおうと思って、はい、今ここにいます。夜の9時半だけどグラムしていきますよ。OK OK、ちょっと待ってGet it together、 OK、じゃあまず一番初めファンデーションからやっていきましょう。これは私がその新しい商品を開けながら初めて使うんですよ。初めて使うから、まあ、それをレビューしつつ、フルメイク NYX 絞りで、 NYX だけでやっていくメイクアップテュトリアルで、第1弾目のやつは、全然違う商品を使ってやったんで、もしよかったらそっちもチェックしてくださいね。そこで NYX の会社の説明とかもしてるから、よかったらぜひぜひぜひそっちもチェックしてください。数点前回使ったやつとちょっと被ってるものがあったりとかもします。まあ、そこはご了承くださいませ。っていうのも、日本の NYX のウェブサイトを見ながら、アメリカで売られてるのと日本で売られてるのを、アメリカの方がやっぱり量が多いんで、日本で売られてる、日本で買えるものっていうのをいろいろ選んで買い物してたから、その日本に売られてるのが量がすごい少なかったりとか、あとこっちでは品切れとか、まあいろいろあって、でもうどうしてもこう前回使ったのを捕まさなきゃいけないものがあったりとかするので、例えばマスカラとかなんだけども、それ以外は大体全部新しいので、はい、では皆さんやっていきましょう。 OK、 すごい楽しくなると思います。 OK、 じゃあまず一番初めに私が使えたのはですね、これを開けたいんですよ。これを開けたいの、これさ、ビューティーブレンドあるんじゃん、 NYX。 なんか前回やった時多分あったはずなんだけど、私が買いに行った時売られてなかった、品切れだったか。ちなみに私が買い物したところは太田です。太田で買いました。なんだけど見て、ほら名前が書いてあるじゃん、すごいじゃん。しかもここの多分このカットありますね、このカットで多分こうベーキングしたりとかっていう感じになってくると思うんだよ。でここの大きめのカットのところではこうね、大きめな面積の部分をこう伸ばしていってみたいな感じでしょ。でこのラウンドのところでなんかハイライトのせたりみたいな感じじゃん、これ結構良さそう。じゃあちょっとこれをこのまま使えないですからね、皆さん。こういった感じのスポンジをすべて水で濡らして、内側までしっかり水が入ってから、それとちょっと膨らむから、そしたらしっかり水気切って、でもすごい乾燥した感じでは使っちゃダメだから、ちょっと濡れてる状況にして使っていきます。じゃあちょっとこれから濡らしてくるからね。 OK、 濡らしてきました。ちょっとさっきより大きくなったでしょ、ちょびっと大きくなったかな。で水切ってる時に感じたんだけど、私今まで使ったことあるビューティーブレンダーがオリジナルのビューティーブレンダーと、あとリアルテクニックスのビューティーブレンダーと、そうね、あとこれなのよ。これ今なんか触ってる感じ、オリジナルビューティーブレンダーとあとリアルテクニックスのビューティーブレンダーの方が柔らかみがあります。外面は柔らかいんだけど、こう押していくと中がちょっとこう凝縮されてる感じ、ちょっと硬いなって感じするけど、まあ、外側は柔らかめだから多分大丈夫と思う。このプライマーを使っていこうと思います。でこれパッケージ変わったんですけど、昔からあるんですよで私これ正直使ってて、昔このパッケージが変わる前、デザインが変わる前の使ってて、多分中身は一緒だと思うんだけど、それがちょっと改良何ちょっと良くなって再登場したんじゃないかなと思うんだけど、これはポアフィラーっていう
書かれてるものなんだけど、まあ、要は、ポア、毛穴ね、毛穴をこう埋めていくよっていうやつです。ですごい、優秀なんですよ。私が昔使ってたやつはすごい優秀なのね。だからこれも絶対にいいから、まあ、それで見せたくって変えたんですけど、あ、そうだ、ちなみに間違えた、一番初めに言うの忘れたけど、私パニックってる、大丈夫、一番初めに言うの忘れたんだけど、第1弾目でやった NYX の絞りメイクの時は結構こう何ウェアボーっていうのかな、なんかこうお化粧をしてどっか行くにもちょっとやりやすいようなメイクって言ったらいいんですか、なんていうのかな、こうちょっと買い物行くとかいう時もつけ、ああいう感じでメイクしても OK だし、なんだろう、お仕事行くっていう感じでも、あれでも、ああいう感じでもちょっと OK だと思うんですね。で、今日やりたいメイクはどちらかというと前回と比べてもっとこう、このアイシャドウパレット買ったぐらいだからカラフルな感じで、もっとこうインスタグラム寄りな、そうだな、ちょっとこうアーティストな感じの、こうアートな感じのカラフルでちょっとテクニックも見せたみたいな感じのやつをやってみたいんですね。だからこうちょっと2パターンやりたかったんですよ。だからまあ今回はそんな感じでいきます。で、話は戻りのこのプライマー、じゃあ乗せていきますね。おーいやいや、わかりますかこれ、もうなんかもう見た感じすごいこう、まあ、シリコンタイプなんだけど、だから毛穴に入ってってくれます。ということはですね、毛穴が大きくて悩んでる方とか、もしくは昔ニキビ潰しちゃって跡が残ってるとかいう方、私そっちなんだけど、これ埋めてくれます。で、昔ね、ちょっとお化粧しながら話していきますよ。昔質問で言われたんだけど、毛穴にそのぐいぐい入ってくの怖くないですかみたいな、なんだったかな、なんかこうお肌、肌荒れの原因になりませんかとか、なんか結構その毛穴に化粧品が入っていくっていうことに関してネガティブに感じてる人が多かったんだけども、とか言って、やっぱり毛穴にこうお顔にやっぱりお化粧のせてるってことは、こういう感じのさ、大胆にこうポアフィラーって言ってるぐらい、毛穴を埋めていくよって言ってるぐらいのものはやっぱり毛穴にガンガン入っていくけど、でも他の普段ね、あなたが使っているような化粧品たちもみんな毛穴に入っていくわけですよ。で、怖いかっていうと別に怖くはないんだけど、何が一番大事かっていうと、ちゃんとお化粧をしっかり落とす、寝る前にね、寝る前っていうかまあ一日終わったら、とりあえずお化粧しっかり落とすこと、その毛穴から落とすことで、その顔にお化粧が残ってない状態で寝ることっていうのが一番大事なんですよ。それがやっぱりその肌荒れを引き起こしていったりとか、翌日の化粧のこう、なんていうのかな、翌日化粧した時になんかノリ悪いな、実は昔、前日の化粧が顔に残ってたからとかさ、まあ、そういうパターン結構あるんですね。なんで、怖がらず、だってやっぱりこう毛穴がこう大きくなってきたとかさ、ニキビの跡があるとか言うと、やっぱこうお化粧でスムーズに見せたいわけじゃないですか。だからそうするためにはこういう感じのプライマーをしっかり使ってあげる、怖がらずにね。で、お化粧をしっかり落とす、寝る前に、で綺麗に顔を常に綺麗にしてするっていうのが大事になってくるかなと思います。このプライマーはしっかりと本当にその埋めてくれるし、スムーズ、見た目すごいスムーズにしてくれるし、すごいおすすめです。で、私がさっき言ってたように、昔これを使ってたって言ってたんだけど、昔のやつと比べて何が違うかって、今使ってて感じてるのは、まず色がちょっとついてますね。で、昔使ってたのはクリアじゃなかったんだけど、ちょっと白っぽい感じの色だったんですよ。でもこれはちょっとピンクな色がついてます。もうそれぐらいかな、感じがちょっと違うのは。でも私が今こうやって化粧下地をしているのは、その毛穴を隠したいとか、あとニキビ跡を隠したいっていう人もそうだけど、化粧が崩れやすい人、
お化粧が崩れやすい人っていうのにもおすすめだから、結構夏だけ使う人とかも多いと思うんですけど、うん、そういった人にもおすすめです。 OK？ あと、化粧を結構マットマットマットに見せたい人とかはベースがもうシリコンでペッとなってると結構マットに仕上がりやすいです。あとオイリースキンの人は油がこう自分の肌から出てっちゃう人はこういった感じのシリコンタイプのベースで止めてあげる。そしてファンデーションもマット系のものを選んであげるとこうオイリー肌の人はいい感じに、ファンデーションを作ることができます。 OK、 今しゃべりすぎね。とりあえず私いっぱいしゃべるからさ、そしたら今プライマーが終わったから次にファンデーションです。このファンデーションの名前は Born to Grow っていうファンデーションなんだけども、なんでこのファンデーションを選んだかっていう と、リクエストがありましたっていうのもそうだし、あと前回使ったファンデーションは、ティンテッドモイストライザーだったんですね。 BB クリームみたいな感じのもので柔らかく仕上がるファンデーションだったんですよ。でだけどこうつけた時に全然もちもちっとして一日中もちもちっとしてたんだけど、ちょっと乾きが早かったんですね。でどっちかっていうとこう結構なんだろう、デューイーに仕上がるのが欲しくって、でこれはちょっとそういう系だったんですよね。こうちょっとツヤ肌っぽく仕上がる感じのやつが試してみたかったからこれを選びました。はい、なんで色もこれで大丈夫だと思うんだけど、結構ここに何回も試してテスターがあったから試してやってみたんだけど、多分この色で大丈夫だと思う。ちなみにカラーはナチュラルタンです。ナチュラルタン。 OK、 じゃあこれを試していきましょう。ちょっと出ちゃったじゃん、爆発しちゃったじゃん。ちょっと待って、皆さん爆発するか気をつけてね、これ開けるとき。だから私はこれを手の甲に出して、うん、もうなんかもう出方もね、わかりますか、なんかこうもうちょっとこう流れていきそうな感じでしょ、柔らかい感じね。前回使ったのはどっちかっていうともうちょっとこうコテまでいかなかったけど、ちょっと乾くのが早いのが本当気になったかなって感じでも、全然もっちりしてました。保湿力もあったし使いやすかった。手で伸ばしてビューティーブレンダーに伸ばしていこうかな。うん、うん、いいじゃない。うん、前回のファンデーションと比べてまだこっちの方がこう結構ツヤっぽく仕上がるかなって感じが今のところしてますね。 OK、 したらビューティーブレンダー、この平たい面を使って伸ばしていこうと思います。なんかスポンジ硬い、ちょっとなんかこうパッ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 みたいな、ちょっと硬いっす。なんか平たいからかな、こう分かりますか、こうやってやった時に上と下に隙間があるの分かりますか、まあ、柔らか、あ、丸いところであれば全体的にこう、あ、でもそれでもやっぱりなんかこう硬いなって感じ、わかりますか、なんか私が言いたいことわかるかな。なんか普通いつも使ってるオリジナルのビューティーブレンダーはもう例えばこうやった時に全部包んでくれるんですよ、柔らかいから。でもこれでも仕事はしてくれる、こう伸ばしてしっかり伸ばして保湿しながらしっかり伸ばしてくれるっていう仕事はしてくれるし、跡も残ってない、こう指の跡だから仕事をしてくれる分全然 OK ですね。ただちょっと硬いのが気になるかなって感じです。あ、いいじゃん、このファンデーションは私前回のよりか好きかも。このツヤ分かりますか、ちょっと自然に見えるツヤが残ってますよね。前回のファンデーションも全然好きだけど、これは結構ほら見て分かる、分かる、ここツヤ仕上がりやファンデーションです。いいですね、いいですね。 OK、 したら色もいいんじゃない。皆さんちなみに色選びはですね、首です。ここの首の色に合わせるのが一番いいんです。私さっき色選んだ時手の甲につけたって言ったけど、まあ、手の甲につけて
こうどうしっとり具合どうかなっていう感じで、ちょっとあこの色近そうだなと思ったのはここに乗せて選んでたんだけど、基本あのファンデーションの色を選ぶときはここに合わせるのが一番いいです。っていうのもやっぱりここは顔から離れてるし、車運転してる時とかもやっぱりここは日焼けするじゃないですか。だからだいたいここの顔の色と手が一緒な人って多分いないんですよね。だいたい手の方が結構日焼けしてることとか多いんですよ。なんでここにテスターを乗せる時とかはそういうテクスチャーを見てみたりとか、しっとり感どうかなとかさ、なんか伸び感どうかなとか、そういうので全然 OK だと思うんだけど、色を選ぶっていうなったらここです。だってこことここの色が合わなかったらもう終わりじゃないですか。だからそうそう、ここの首とに特にこのなんていうのかな、耳の後ろというかここら辺に合わせると OK です。じゃん OK したら次にですね、皆さん私が試してみたかったのがこのコンシーラーなの。このコンシーラー楽しそうじゃない？見て、もうコントはする用のコンシーラーなんですよ。濃い色と明るい色のスティックコンシーラーがくっついてるのね。ワンダースティックっていう名前なんだけど、で私のカラーはちなみにミディアムタンです。またです。 OK なんかこういうタイプのコンシーラー、スティックタイプのコンシーラー流行ったじゃないですか、出てきたじゃないですか。2年ぐらい前からね、キム・カーダシアンの化粧品が出た時もこういう感じの一番初めに出たし、他のブランドにもいっぱい出てたじゃない。だけど私なんだかんだ一度も試したことなかったんですよ、こういうスティックタイプのやつ。いつもリキッドタイプのコンシーラーを使ってて、だから、まあ、この機会に試してみたいなっていうのもあったし、なんか結構こうインスタグラム系のメイクで今回行きたかったからってなると、やっぱりこういうこれを選んだ方がいいかなと思って OK 開けたよ、見てこういう感じで蓋がついてる。いいね、いいじゃない、じゃない、あー楽しいじゃん、いいじゃん。 OK したらこれを、したらじゃあこのハイライトを使っていきますよ。まず目の下どうなんだろうね。あーどうだろう、これちょっと待って、色なんかカメラで見ると結構明るいけど、こう鏡で見るとそんなに明るい感じでもないけど OK ちょっと口角が上がるようにここも下の方こうやってやっていこうね。で鼻のこの周りがちょっと赤いので気になる方は鼻の周りもやっていいと思うけど、私はこのままでやる。 OKいいじゃない？柔らかいです、全然硬くないから全然やりやすい。でさっきのこのハイライトの方は結構ちょっとこう尖った感じになってて、このコントワーする方はちょっとラウンド系な感じです。ここら辺もちょっと気遣いがあっていいね、両方とも同じ形じゃなくって、コントワーするところはちょっと丸めになってて、ハイライトするところはちょっとこうなんていうのかな、平たくなってる。いいじゃない、こういう気遣いいいよね、嬉しいよね。じゃあ私はじゃあやっていきます。あー色選びどうだろう、もうちょっと濃くてもよかったかなって感じだよね。こんな感じ、どうでしょう。もうちょっと濃くてもよかったかなって感じだよね。 OK どうしようか、そしたら、そうだ、見えますか、この生え際にやったの。 OK じゃん、そしたらこのアゴラインもやっていきましょう。このアゴラインやるとき、タートルネックしてたらタートルネック着てる日はしなくていいと思うのねあと普段
こう普段メイクの時とかは別に私顎はもう最近はやらないです。昔はよくやってたけど、子供がまあ特にいるからっていうのでここら辺やっぱり来るから、あのうん、なんだっけ、ブロンザーとか、あとコントはここの顎ら辺は普段はつけないけど、まあ OK、 じゃあこれからビューティーブレンダーで伸ばしていこうと思います。いいよ。うんと、そうね、この丸いところ、下のこの下の丸いところ使って伸ばしていこうかな。あ、いいじゃない？あ、いいじゃん、いいじゃない？正直、あんまりカバー力は多分ないはず。うん、なんか普段私リキッドのやつ使ってるからっていうのもあるけど、カバー力はあまりないですね。だからコンシーラーの隠すお仕事っていうのはもしかしたらこの子は優れてないかも。でもそのハイライト、この部分的に明るくするとかいうお仕事はできてますね。うん、このビューティーブレンダーすごい使いやすい。この特にこの短くカットされてるところで、この細かい部分っていうか、こう小さくブレンドしたいところはここ使ってとかって、だから結構やりやすい。あ、いいじゃん、いいじゃん。 OK、 したら、うん、そうだね、さっき使ったここで、この子たちを伸ばしていこうか。じゃないの？あ、本当にコントワーをしたい人にはすごいいい。ストーリーすごい、あのコンシーラーだと思います。うん。なんかあんまり攻めじゃないコントワーをしたかったなら、私多分この色で良かったのはず。もっとこう攻めで、もっとこう日焼けっぽく見せて、もっとこう立体感を出して、もっとこう 3D みたいに見せたいんであれば、これよりかもうちょっと濃いあのカラーの方がいいと思うけど、あんまり攻めないなんていうの、でもちょっと立体感を出して綺麗めでっていう感じのコントワーだったら、このカラーで全然、このファンデーションとこのコンシーラーの組み合わせで全然 OK。 いい感じじゃない？全然ありありあり。もっとハイライトが明るかったら結構いい感じかなって感じだけど、いいじゃん、全然 OKOK。 したら次に、ベーキングしていこうと思います。そう、ハイライトコントをしたからベーキングしようと思って、で次使うのがこれですよ。うんと Can't Stop Won't Stop ってやつ、セッティングパウダーです。 OK。 でカラーはちなみにライトカラーを買いました。 OK ですか？じゃあ私はこれをですね、開けて、ステッカーがついてる。 OK、 多分ここがこうくぼんでるじゃない、だからここにこう例えばこうビューティーブレンダーを突っ込んでこうやってやってったりとか、あとブラシを入れてっていう感じのデザインでこうくぼむようにできてると思うんだけど、いいね、これもいい感じですね。私は、ティッシュの上に乗せて、乗せてっていうか出して OK で、このビューティーブレンダーで取って乗せていこうと思います。そうだね、うん、この小さくカットされてる、斜めでカットされてる部分でビューティーブレンダーを取りました。Okay? そしたら目の下にのせていこうと思います。多分私が今何をしてるか分かんない人、ぜひ私のベーキングって何っていうビデオを貼っておくんで、ぜひそれをチェックしてくださいな。それで私が今やっていることの謎が解けると思います。いいじゃん、
これ例えばさ、こういう顔しながらこうやってやっていくと、もうこの自分の目の下の線があるままパウダー乗せちゃってるから、それでセットしてることになるんで、乗せるときなるべくこのシワができないような状況にして顔を伸ばして、で乗せていくのがキーです。いいじゃん。OK。このままでちょっとベーキングしながら眉毛をやっていこうと思いますよ。眉毛がですね、皆さん、ちょっと面白そうなのがあったよ。これを使っていこうと思いますよ。これはもう新商品で、しかも日本でも売られてたから、それならちょっと私が第一弾として。なんか大体その日本で売られてるアイブロウの商品はペンシルだったんですね。なんだけど、これはブラシなの。ブラシだから、まあ、結構アドバンス寄りのものなんだけど、まあね、こういうのもやってみていいんじゃないでしょうかっていう感じでやっていこうと思いますよ。あ、ちなみに私が選んだカラーはエスプレッソのカラーなんだけど、濃すぎないといいなっていう感じなんだけどね。なんか他にあったのは結構赤みが強かったりとかしてたから、私の眉毛間違いなく赤みはいらないんで、だからエスプレッソを選んだんだけど、パッケージを出したらこんな感じです。見て、ブラシがついてて、こっちにコームがついててみたいな。ブラシがついててコームがついてて、何これって感じでしょ。ちゃんとね、テスターでいろいろここでカラーをチェックして、まあそれでエスプレッションしたんだけど、こういろいろ遊んでる時に見出したんだけどね、まずこうトゥイストするじゃん。そうするとこのブラシの部分が出てくるのね。でブラシの部分でこう眉毛を一本一個描く感じで描いてて、のこのコームとあとブラシのパートでこう溶かしていくみたいな感じのやつなんですよ。だからちょっとやってくれ。ちょっと初めてだから、こっちやってみてからこっちを皆さん見せようと思います。だからちょっと戻ってくる。ちょっと待って。 OK。 こっち終わらせたんですけど、なんて言ったらいいかな、まあ買うときに多分アドバンスタイプの眉描きだなっていうのは分かってたんですよ。で実際やってみたけど、そうだな、正直言って眉毛が全部生えてる人、私全部あるんだけど、っていう人には扱いやすいあの商品だと思います。ただ例えばこう眉尻の方はもう全部抜いちゃってて生えてこないとか、細めの眉毛の人とかは、どうなんだろうなって感じ。ちょっと正直な話、私これ使ったの初めてだから、100% なレビューを今与えられない感じ、ちょっと困ってる感じ。なんていうのかな、私みたいな眉毛が全部あって、でこうブッシーなボサボサ系の眉毛が好きな人は結構いけると思うんですよ。なんていうのかな、メイク初心者で、でちょっと細身でみたいな感じだったらちょっとやりにくいのかなっていう印象がちょっとあるけど、じゃあやっていきますよ。なんつったらいいかな、描きにくいんで正直な話。なんかね、こう自分の手でここを押さえながらこういう風にさっきやったんだけど、ちょっと難しいんだよね。このブラシの調節の仕方がちょっと難しいっていうか。それ今電池が切れちゃったからちょっとまた始めますよ。そう、こうやって一歩一歩帰っていくわけ。なんか難しいんだよね、調節の仕方が。じゃあ、まあこういう感じで描いていくじゃんか。で、忙しいのよ。こうやって閉めるじゃない？したら反対側開けての、ここのブラシの部分で溶かしていく。で、これの、このブラシは結構いいお仕事をするんですよ。上手になんかね、溶かしてくれて。見えますか？いい感じじゃない？ブラシがいい、こう、相性で。なってんのね。このさ、一番初めの一本だけちょっと濃くなっちゃったっていうのも
これをこうやってピュッピュッピュッってやってる間に電池が切れたから、あ、変えなきゃ、ドタバタバタって言った時にちょっと乾いちゃったのね。だからそのせいでだけど、そうだからちょっとね、チョッパー屋でやらなきゃいけないっていうのも引っかかるよね。でこれでまた閉めるじゃん。そしたら今度こっち戻るの忙しいよね。この、NYX の店員さん、この商品どれだけ好きな人がいるんだろう。みんな気に入ってて、気に入って使ってるのか、それともこう、あーこれはあんまりっていう感じなのか、どっちなんだろうね。この支えは、この手の支えはこれだけでやるともうさ、ここが長いんだよ。だからこうやってやるのも難しいわけ。なんかどうしてもこうちょっとここで押さえながら、この手首を使って上手にやってってんだけど、じゃん、そしたらこんな子でしょ。そう、このブラシほんといい仕事するよね。見て、綺麗にさブレンドできてるね。うん、なんかこのここでこうやってブレンドするじゃん、いいじゃんって感じなのね。ただちょっとそれまでのステップがいろいろめんどくさいじゃない。じゃん、でまたまた濃くなっちゃった、難しいんだよ。うん、これって間違いなく上級者の方用ですね。まあ慣れたら全然あれなのかな、いいのかもしれない。うん、オッケー。したら、コンシーラーでちょっと眉毛の下を掃除したいんですけど、さっき使ったこのスティックタップのコンシーラーは、薄い？薄すぎ？仕事してくれない。眉毛の下を掃除する仕事をしてくれないと思うんで、この、前回使った HD コンシーラー、これで眉毛の下を掃除しようと思います。でここにこういう感じで乗せての、見えますか、このウェット&ワイルドのブラシ、コンシーラーブラシでちょっと取っての、でこの眉毛の下掃除していきますね。なんか不思議なんだよね。なんか柔らかい印象にも なるんだよ。なるの。なんかちょっと不思議なブラ、不思議な眉描き。まあ、でも、何オーバーをいいって感じね。結果 OK って感じよね。なんかこっちとかこっち全然仕上がりが違うし。ちょっとさ、ちょっと。まあいいや。とりあえず進めないといけないから、このままでいってきますね。なんか2回目、こっち終わらせて、こっちやってみて、2回目やったら結構まあ、うん、オッケー、なんかだんだん分かってきたって感じ。だから、なんとも言えないですね。まあ、なんだっけ、商品の、なんていうのかな、この中身は、すげえいい。すごいいいです。ブレンドしやすいし、すごい。でもやっぱりこの、なんていうのかな、このついてるこのブラシとか先の筆みたいなのとかも、このコームとかも全部ひっくるめて言うと、やっぱり上級者の人じゃなきゃちょっと楽しめないかなって感じはしますが、ムーブオンしましょうね。次いきますよ。もうこれ結構時間経ってるからちょっと吐き飛ばしちゃいます。 OK。このパウダーブラシ、これクラウンブラシっていう会社のパウダーブラシだけど、これでちょっと目の下のはそのままでいいから、この顎についてるのとかは飛ばしちゃいます。 OK。 この目の下に何で残すかっていうと、アイシャドウこれからのせていくから、このアイシャドウが落ちた時にファンデーションを台無しないためのキャッチ、このパウダーたちがキャッチしてくれるのを、クシクシキャッチしてくれるんですよ。で、最後メイク全部終わらせるときに吐き飛ばして、OK って感じ。だから、このまま、ほっといてあげます。もうちょっとここら辺にパウダー乗せて、キャッチしてくれるようにしますよ。この小さいところ、
結構好き、このカット、小さいカット、この斜めの小さいカットのところ結構好き、やりやすい。よし皆さん行くよ、こっちもこっちも行くよ、こっち終わらせたからこっちも行くよ。まずこの HD コンシーラーをまた使いますね。これを手の甲にのせて、この MAC のブラシ、これは MAC の195っていうコンシーラーブラシなんだけど、これをこういった感じで、まあ、今やってるのはあのアイシャドウのベースを作るためで、こういった感じの、 あの明るいカラフルなアイシャドウを使うときって本当に、まあ、いつでもそうだけど、アイシャドウを塗るときっていうのは、特にこのカラフルなカラーを使うときっていうのはベースを本当にしっかり作らないと色が綺麗に発色してくれないんですよ。もう全部一色統一したカラーを作るために、まず今とりあえずコンシーラーで叩いて、でコンシーラーだけだとアイシャドウが動いちゃうんで、あのさっき目の下でつけたような感じでベーキングした感じで、今こうやって粉また取ったんだけど、今度はこのまぶたの上を粉でこうやってセットして吐きます。これ何もついてないブラシです。で吐いて、これでとりあえずベースが完成したから、ここから色をのせていきますね。でこっち完成させるためにこれだけのブラシを使いました。っていうのも色があんまり混ざってほしくない、っていうか失敗してほしくなかったから、一本一本こう色を変えてやりました。もうすごいあれだった、あのストレスフルだった一回失敗してから全部取って、でまたやり直したし、もう皆さん大変だったって。 OK、 今日使うアイシャドウパレットはこれです。カラフルな色がいっぱい入っている、とても楽しいアイシャドウパレットです。 OK、 じゃあまず一番初めに使うのがこれの黄色のこのカラーです。使っていくブラシは MAC の217っていうクリスブラシですね。でまずこれを取って、ちなみにこのパレットは、第1弾で使った時のパレットあるじゃないですか、あれはワームカラー、ワームトーンが入ってるアイシャドウパレットだったんだけど、これは全部カラフルな、面白い、なんかもうハロウィーンみたいな、ハロウィーン過ぎちゃったけど、なんかまあ夏とかさ、まあ、パーティー系だよねに使うアイシャドウパレットです。でこれをまんべんなく取ったじゃない、したら、クリスの上に乗せていくんだけど、これをする時のまずポイントはしっかりと黄色の色を出していきます。で始まりがここでしょ、このお尻、お尻の部分、ここからこの、そうだな、もう本当に鼻の横っていうか目の内側まで色をのせていきます。これは後でここのグリーンの部分をやるときにこう、ああなるほどだからかって感じになるんだけど、しっかりここまで色を入れなきゃいけないんですよ、今のこの段階で。だからこう、まあ全体的にだけど大まかに入れてるんだけど、これをやるとき絶対に眉毛につながらないようにして、やっていきます。 OK、 もっと黄色の色が発色出るようにもっともっと重ねていきますね。1回だけじゃやっぱり足りないから、何回も何回も色を重ねていきます。でここでこう、このブラシが固めを使っている人は何回も何回も色をのせていくじゃない、だから皮膚がだんだんこうイライラなんていうの、なんかこう痛くなってきたりとか、赤目が赤くなってきたりとか、そういうことがないようにまずブラシはこういった感じの柔らかめのものを使って、で手首も優しくこうガサガサガサっていかないで優しくやって、いろいろのせてってください。もうさっきと比べて結構発色出てきたじゃないですか、もっともっと重ねていきますよ。もうこういうの楽しいよね、やっぱりカラーで遊ぶの。めったにあんまりしないけど、私あの普段メイクとかもこういうカラフルな系はあんまりしないけど、やっぱり楽しい。次に使うのはこのオレンジカラーです。私が使っているブラシはリアルテクニックスのシャドウイングブラシっていう、まあちょっと頭が小さい感じ、ヘッドがこうちょっと小回りのやつの方がちょっとこの今の段階だと色を入れやすいと思うから、今これだけ黄色の部分を入れたら今度ちょっと幅狭めに、だけど部分は入れる箇所
は同じ目に入れていきます。まあ、これで綺麗なグラデーション作っていきますよ。さっき注意で言ったように目の内側ここね、ここもしっかり入れての、全体的にもうなんかもう夕日っていうかそういう感じのグラデーションがまずまあここでできます。だからこの段階ではやっぱりブラシを小さめのを使った方が綺麗に仕上がります。っていうのも一番初めと同じ大きさのブラシを使っちゃうとやっぱりなんていうのかな、雑になってくるのね。こう広がりすぎになっちゃう、2回目に入れた色が。ここで綺麗にこう1回目2回目3回目みたいな感じで幅を気をつけながら入れていかないと綺麗なグラデーションはできないです。次はね、今度これもブレンディングブラシなんだけど、ブレンディング、普段のブレンディングブラシよりか一回り小さいブラシです。先ほど一番初めに見せたブラシと比べると見て、これだけなんていうの、幅が違うじゃない。でこれはもう作ってないブラシなんですよ。ちなみに NARS の12番なんだけど、もう作ってないのね、ごめんね。だから、まあ、小さめのサイズのブラシ。あ、ちなみに私が持ってるのでこれに似た感じの形のやつだと1個あるんだよ、似た感じのが。これ MAC の221のブラシなんだけど、まあ、これでもまだもうちょっとこの NARS の方が一回り小さいかな。だけどこの MAC の221番結構いい仕事してくれるから、これ一番初めに使った黄色のブラシね、わかりますか、ちょっと一回り小さいのね。そう、これ幅狭めだから、こういうなんていうの、遊びたい、こう幅狭いところ入れたい時とかすごい使いやすいからおすすめですが、とりあえずじゃあこれでピンク取って、さっきオレンジ出たじゃないですか、そこの上なんだけど幅狭めにって言ったらいいのかな。このあとカットクリースしていくんで、そう、まあ同じようなことしてるんだけどみたいなね。 OK、 こんな感じで入れたじゃん。でこの時にあれちょっとさ、2番目に入れたオレンジちょっともう投げなくなっちゃったっていうか、もうちょっとこう色味、このピンクを入れたことによってオレンジがちょっと姿を消しちゃったとかいう時はまた重ねてのせればいいのよね。こういう細かい作業が一番最後とても目立ってきます、仕上げた時に。そしたら次にまたこのコンシーラーを使ってカットクリスしていきますよ。今手の甲に出しました。手の甲に出したのは何でかっていうと、このコンシーラーブラシね、一番初めに使った同じやつ MAC の195なんだけど、これでこれを取ってね、これを取るとき気をつけてください。ちょびっとじゃなくって、もう本当に絵の具つけるみたいにドバッと、見えますか、つけてください。これ大事だからね。そうで、これからこの緑のパートをやっていくんだけど、これがね、超緊張するわけ。っていうのもこっちと同じ形にしていきたいから、ちょ見えるよね、みんな大丈夫、これやっていかなきゃいけないのよ、緊張するんだよね。OK、 やるよ。こういう感じでいいの？ちょっとこの終わりのところは適当でいいからね。このここの頭の部分っていうか、何？この切れてるブラあるじゃん、部分あるじゃん、切れてるっていうのをカットクリースって言うんだけど、この部分が綺麗に切ってね、切ってならないといけないのよ。ここが切ってならないと上手に仕上がらないわけで、次もまたポイントです。 OK、 今さこのコンシーラーの部分やったじゃんか。で今 looks crazy だけど大丈夫、このまま綺麗になってからね。今さここ
綺麗に色消えてるじゃないですか。このコンシーラーをのせる前の色ってピンクだったと思うんだけど、それが綺麗にコンシーラーで消えてますね。これもすごく大事。このコンシーラーもこのテクスチャーがちょっとこうなんていうのかな、厚みっていうかさ、ちゃんとこう色が消えれるやつ、薄い感じのコンシーラーやったら絶対このピンクは透けて見えてくるんで、これだけやっぱりなんていうのかな、ピンクの色を消せるコンシーラーを選んでもらっての次に移りますよ皆さん。このねアイメイクやるときは色選びとかも大事だけど、そのコンシーラーの質とあとブラシの形もすごい大事になってきます。 OK、 そしたら次緑の色をのせてくんだけど、この緑の色ね、使うブラシがですねこれなんですよ。このフラットな、わかりますか、これだけフラット OK ティンってフラットなアイシャドウブラシを使うんです。これマックの242ね、 OK、 これすごい大事よ。このわかる、このさ先っちょがさ、ちょっと私にフォーカスしないで、この先がもうティーって綺麗にこうラインになってるじゃない、これが大事なの OK。 こうちょっとふわふわしてるやつとかダメよ、ふわふわしてるのとかダメ、これぐらい平たくなきゃダメなので、この子をこう取りますね。もちろん平たいブラシだから寝かせて取る。OK？ これ縦で取らないよ。寝かして取っての。したらこれをこのままこのコンシーラーの真上に乗せていきます。で、もちろんこのコンシーラーは超えずに、このコンシーラーのラインありますね。そこに沿って入れていきます色。だからこのアイシャドウブラシじゃなきゃダメなわけ。だからこの部分でいつもああ難しいなカットクリースってって思ってる人、ブラシも大事なんですよ。アイシャドウもやっぱりこれだけ発色いいやつじゃなきゃダメだけど、ブラシの形もすごい大事です。OK、 見て見えますか、なんかさこれだけやっぱりこうなんていうの、ここら辺までグラデーションがあったのにカッとカットされてのじゃん。だからさやっぱり黄色入れてオレンジ入れてピンク入れてぐらいまでしないとここら辺の綺麗なグラデーションっていうのできないんですよ。でそこからコンシーラーをのせてっての違う色ボーンみたいな、もう超可愛くないねえ、超可愛いんだけど、いい感じに緑乗ってくれました。これもうさグリッターがあったらグリッター乗せてたね、この緑の上に。したら次ですね、ピンクのアイシャドウ乗せたやつあるじゃないですか。でこれ適当に今コンシーラー終わってると思うんだけど、ここら辺ピンクのあのブラシありますね。これでまたこのピンクちゃん取ります。したらこの際に本当にこの部分だけ小さくテリテリテリ濃くなりますように入れていきますよ。これでこのグラデーションを作っていくんですけど、こんな感じでのせたじゃない、これだけすっごく狭めに小さめに際だけに入れてます。 OK、 したら次に紫入れたいんですよ。このピンクと緑の間の紫、これこの青でもいいかなって思ったけど、まあ、ピンクだから、うん、紫乗せていきます。で紫もまた違うブラシ使ってるのね。これはもう最近あんまりねソーシャルネットワークでも見なくなってきたけど OCC っていうブランドから出てる、メイクアップブラシ、これ名前ないね、なんだけど、まあ、ちょっと前に流行ったOCC ってすごい流行ったんですよ、リップスティックが。まあ、そこから出てるブラシで、ここトレを取ってのピンクとこの緑の間をガサーってやったらもう台無しになっちゃうから、ここすごい大事なのね。本当になんていうのかな、叩くポン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 みたいな叩く感じで、でちょっとこう本当になんていうの、動かしてないんだけどみたいな、でもちょっと上手にブレンディングできるようにみたいな感じで、テリ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 ってぼかしていくわけです。 OK、
これね難しいんだよ。なんかこのまぶたの上で2つの色を混ぜたい時、こう 縦状で2つの色をきれいに混ぜたい時っていうのは、右側の色をパッ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 と叩くじゃない、こういう感じで OK。 したら次にその左の色をその右の上叩いて、上からパッ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 と叩く、もうだからこう重ねていくみたいな感じでやっていくと綺麗になじみます。なんかこうこうなんていうのかな、ガサガサガサってこっちからやってって、ガサ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 ってやっていくよりかはもう同じとこを叩き合うみたいな、わかるかな、ってやると綺麗に混ざってくれます。でこう、あーやべえ広がりすぎちゃったとかいうのも なくこう重なってくれるから、もうちょっと紫色入れた方がいいね。このアイシャドウ発色すごいいいですね、まあ、見てわかると思うけど、でもこれもやっぱりすごい私色重ねてるから、何回も何回もレイヤーしてるから、そこまでしないとやっぱりあのこれぐらいの発色は出ないし、あと一番初めにあの言ったけど、ベースを作る時もちゃんとしっかりコンシーラーしてパウダーでセットしてからの、うん、ベースしっかり作っていかないとやっぱりこれだけの発色はしてくれないですね。メイク最高みんな、イエーイ。OK、まあ、こんな感じでいいかな。 OK、 したら次目の下やっていきます。目の下も結構正直自由で、なんか緑バーっといっちゃってもいいと思うんだけど、一番初めにやった時みたいにこの黄色をまた、待ってブラシがありすぎ本当に、この黄色をまた取っていきますよ。でここの黄色外側をつなげるように目の下もやっていきます。で粉がさ乗ってるわけじゃん、それをちょっと無視する感じで、粉ってこの目の下ベーキングした粉ね、これは無視していいから、今日結構普段入れるアイシャドウの幅よりか全然広めに入れてます。やっぱりこれぐらい入れないとグラデーションに見えないから。したら次に一番初めのやつと同じね、この次オレンジ取っての、目の下入れていきますよ。したら次またすごい大事、ブラシの選び、ブラシ選びがすごい大事です。次はねこれクラウンブラシから出てるアングルライナーっていうやつなんだけど、見えますか、超超細いでしょ、アングルのブラシ超細いのね。でこの立ててピンク取りますね。したらあのまつげの生え際っていうかにのせていきます。これですごいなんかこう舌も綺麗なグラデーションできてきたでしょ。したらこのまま紫も乗せて、もっとこうクッとこう締めの色を入れてグワーッとグラデーションみたいな、だから本当にこれもまつげの生え際だけ OK ですか。したらマスカラ乗せていきます。マスカラは第1弾で使ったマスカラと同じやつです。でこれ下まつげつけていきますね。まつげをつけますよ。まつげ皆さん、まつげはちょっと箱に入れ戻すね見やすいからそっちの方が、リンク全部下の方に貼っときますから、何を使ったか。これは NYX のものではないです。これオータで買いました。 OK、 これ結構ボリュームあるやつなんだけど、これをつけていきます。まつげも今こうやって箱から出したんだけど、これじゃあ私のまつげには私の目の形には長すぎるんですよ。ほとんどの場合カットしないといけないから、うん、私今こっちの
こっちの目につけるじゃないですか。でもこの売られてる時に、この売られてるのもこっちが右側左側みたいな感じで売られてるのも思うんだけど、切る方はこの外側の方、 これがこのままいくとなると、これが私の鼻側に、鼻の側の目っていうの、何て言ったらいいの、インナーコーナーにつくわけじゃないですか。でこのアウターコーナーの方の長い方をこう切るわけですよ。そうするとですね、そのね、私これぐらい切ります、外側ね。でそうするとこうやって見ると、こっちが長め、こっちが短めってなるんですよ。でそのままとつけていくんです。 OK、 グルーはこれね、ディオのやつ、つけたところが黒く変色するやつです。でまつげつけるとき、ちょっとここの軸の部分をちょっと柔らかくしてあげると、あの曲がりやすくなります。ここが結構硬いの多いから、柔らかくしてあげてね。いいやん、 OK、 メイク完成。ふぅ、ちょっと暑いよ。もうしたら、この目の下のパウダーも、あの役目果たしたんで飛ばしていきます。たまにね、あの粉飛びが激しいアイシャドウとかは、もうものすごくこれぐらいアイシャドウ重ねる感じのメイクやると落ちるから、こういった感じでセッティングパウダーを目の下にいっぱいつけてあげて、で最後終わったら吐き飛ばすっていう風にやってあげると、あのここのメイク台無しにならないで、またあやべえファンデーションまたのせなきゃみたいなことはなくなります。 OK、 したら残りを仕上げていきますよ。じゃあもうね、ちょっとね、ここすごいことになってるの、大変なことになってる、ちょっと待って皆さん。 OK、 Yes、 ブロンザーだ、ブロンザー、ブロンザー、これを使っていくのよ。マットブロンザーと書かれてます色はミディアム、ミディアムを買ったよ。OK、 一応、スティックでやったじゃないですかね、だから濃くなってるので、これで終わりでいいんじゃないのって思うかもしれないじゃないですか。だけど一応ここも、なんて言ったらいいのかな、あの一番初めコントワーしてこのスティックで色をのせただけだと完成じゃないんですよ。ここにこのブロンザーをつけることによって深みが持ってるんです。ちょっと待ってね、今これからやるから。マックのコントアブラシナンバーがね、これもう昔に買ったからもうね見えない、109だと思う、189か109ごめんね、こういう頭が小さめのやつです。でこれを取ってるの、あ柔らかいね、いいね、こうつけすぎないように。で今こんな感じじゃないですか。でここからまたブロンザーをのせていくことによってもっと深みが出るんですよ。こうやってさっと入れたでしょ、そしたら上手にさささささ、これもあんまり広がりすぎないように丁寧に丁寧にやっていきます。このパウダーだけをやるときは、それはそれでなんていうの、こう OK ブロンザー綺麗イエイみたいな感じなので、このコントワーをやったときは、わかりますか、もうなんかこうさ、深みがもっと出ませんか、こうなんていうのかな、わかる、コントワーの一番初めやったので深みなんて説明したらいいのかな、このコントワー一番初めクリーム乗せてみたいな、それから今度パウダーでこうその上からこういくことによっての、そのもう深みがもっと出るっていう、わかる、これわかる、あの第1弾見てない方はぜひぜひ時間があるときに、あれ長いからねこれ今回も長くなっちゃったと思うけど、
長いから時間があるときにぜひぜひぜひ見てみてください。もう今すごい喋りたいんだけど、ブロンタのこととかもっともっと、でも第一弾で喋ってんのね。だから同じこと繰り返して何回も何回も言ったら、もう1回目見たこと見た人にもうまた言ってるって思われるの嫌だから、そう1個目のやつしっかり見て、でそうそうそうなんですけど、そうこういう感じで載せるのね。で私この後またこの下の方ベーキングするから、とりあえずこういう感じで頬を割らせて、見えますかって感じでしょ、なんかみたいな感じじゃん。 OK、 したらおでこもやっていきますよ。なんかVlog の方でコメントで、私の一番若い赤ちゃんが今6ヶ月なんだけど、 Vlog の方のコメントでなんか抜け毛大丈夫ですかみたいな、なんかその書いてくれた方は方も産後で結構抜け毛がすごくってとか言って、抜け毛どうですかみたいな感じで言ってくれた方いたんですよ。で今こうやってブロンザーのほら顔の周りのやつだやってるから、あっと思って見て、こうやって見るとさ、この分かるこの産毛、あ、鏡で見るとね、なんか実際私の目の前で見ればすごい分かると思うんだけど、こうやっぱり抜けた分が生えてきててのこんな感じになってる。そう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 、だからちょっとあ今思い出したと思って見しちゃったけど、そう私も全然髪抜けましたよ。私今でもシャンプーすると抜けるし、なんかフローレンスの時は一番ひどかったかなって感じがするけど、もうこれからまだ多分もっと抜けるはず。リアリティショーとか見てると本当すごいの、みんなここおでことかすっごいさ綺麗に、なんかこう凹凸があるように、わかりますか、こういう風にこうなんかその立体的にさ見えるようにさ、しっかりこうここら辺が一番濃くって髪の毛のスタートだから、でそこからこう綺麗に落としてってみたいなさ、綺麗なんだよね。もうドラッグクイーンみたいになってきたよな。OK、 したら顎の方もいきますせ、顎の方もいきますせ。で顎はね難しいんだよ、顎もさ、まあこうやって入ってきてるじゃないですか。そしたら今度この下に行くんだけど、ここからこういう感じで下ろすじゃないですか、まず1本ね。でこれだと見えるかな、たださ、こう線がティーって入ってる感じになるんですよね。だからこれをどういう風にこうぼかしていくかっていうと、こう下の方にこの顎のこっちの方だよね、こっちじゃなくってこっちの方にぼかしていくと、こう顎がこう引いて見えるっていうのを、こうなんつったらいいの、こう引いて見えるんですよ。やばい、もう全然説明が下手でごめんね。でもこの分かりますか、こういったらの今こう一本ただ線描いたじゃん、こっちも一本描いたじゃん、そしたらこの下の方ね、下の方に持っていく。でこの作業はですよ皆さん、お顔の小さい方とかおでこがすごい狭い方とか、そういう方たちには全然必要のないものでございますので、気にしなくて大丈夫ですよ。こうやって顎のさ下にね、こうやってなくなってください、どうかいなくなってくださいって言いながらこうやるわけですよ。 OK、 したらブロンザー終わったじゃん。このブロンザーもね、ここが一番濃くなきゃダメですよ。でここの一番へこんでるところが濃くての上がこうグラデーション、下もちょっとグラデーション、ここが一番濃い。 OK、 これもここが一番濃い、この毛の生え際が一番濃い。でグラデーション、ここもそう、グラデーション、メイク深いよ、もう全然奥深いよ、まだやらなきゃいけないことがあんの、終わりじゃないのよ、全然終わりじゃないの。もうここまで来て、ああもう私なんでこのビデオ見てるんだって思ってきた。もうここまで見たら最後まで見てよ、 OK、
OK、このセッティングパウダーにまた戻ります。今日鬼使いしてるのはセッティングパウダーじゃん、あとコンシーラーだよね、 HD コンシーラー、あとスポンジ、間違いない。 OK、したらスポンジまた使うよ。目の下ベーキングした時みたいに、またこの小さいカットの部分じゃん、そこで粉拾いました。したらこのここカットしていきますよ。いいですか？多分インスタグラムとか見てるとね、カイリーとかねよくやってるからね、何を私がしようとしてるか多分わかると思うんだけど、こういう感じ。 OK、 これをすることによってですね、もっとこのコントアが引き立ってドラマティックな感じのコントアになります。でこのさ、ここから始まったのはこの口のこの骨格っていうの、このかかるじゃん、ここにつなげます。鼻を軽く、ブロンザーしていきましょう。 OK、 このブラシ、ちなみにこれはエルフのブレンディングブラシです。エルフのブランディングブラシはね、いいんだけどちょっと平たいのよ。ふわふわしてるんだけど、ここの部分が平たいわけ、見えますか？平たいんだよね。だからこのブレンディングってよりか、私はこの平たいのを使ってこのノーズシャドウをするのが好きね。だからこれを取ってのノーズシャドウ入れていきます。いる？見えますか？さっきと全然違うでしょ、アイシャドウ、あ、ノーズシャドウ入れたの、入れた後と前じゃ。でこれをこのちょっとこのさ、ちょっとだけ内側、目の内側っていうか眉毛の内側っていうか、鼻と目の間っていうか、このここありますね、ここにつなげてちょっとぼかして終わらせていくみたいな。でこれもこの下のさ、山になってるじゃない鼻って、この下の方にぼかしてって、でここがものすごくこう濃くなっちゃって逆に変になっちゃったら、またこの何ビューティーブレンダーでちょっとこう分かりますか、こうやってビークするのよ。ビークするのと一緒にこう色をちょっと抑えてあげるっていうか、でちょっとこの鼻のところティンティン、もう超大変、なんかものすごいことになってるでしょもう超大変じゃん。 OK、 そしたらこれをちょっと残している間にリップやっていこうか。リップじゃないな、チークやっていこう。チーク、これはですね、前回使ったのはこれと見た目がものすごく、まあ、全部一緒なんだけど、前回のはシマーが入っててちょっとキラキラしてる感じに仕上がったんですよ。で今回私が買ったのがマットの方、マットですね。前回シマーだったから、じゃあ今回マットにしようかなと思ってそれで買ったんだけど、この色はデイドリームって書いてある、結構まあピンクの強めなやつです。 OK、したら、OK、このリアルテクニックスの、モルティタスクブラシを使って、見えますか？取ったじゃん。したらこの笑って高いとこありますね。これさ大変なんだけど、こうやって笑うじゃない？高いところから入っていくんだけど、ブロンザーがここからこう落ちてきてるんですよ、ね、そしたら今度チークはここから今度こう上がっていく感じだけど、この一番高いチークボーンありますね、そこまでにいかないぐらいにして入れるんです。ちょっと難しいんだよね。 OK、 じゃあ笑うじゃない、でここからこうね、混ぜ合わせるように入れるの。
いいんじゃない、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 かわいいじゃん。 OK、 そしたらブラシ、 OK、 こう吐くので使ってたブラシありますね、パウダーブラシ、これでこの下の方をちょっとお掃除しますよ。OK、 で鼻の方も、鼻やるときこれちょっと潰してこういう感じで OK、 でファッ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 、次にハイライトをのせていくんだけど、ハイライトがね、前回買ったハイライトがさ、結構ゴールド系で黄色みが強いやつを買っちゃったじゃない、で失敗したと思ったんだよ。でこれ正直その前回やった時に買ったやつなんです。で使わなかったのね。っていうのも結構どうだろうな、ちょっと失敗したら嫌だなと思って使わなかったんだけど、今回そのハイライトまた買いに行った時に、なんかこうしっくりくるのが来なくって、あ、まあでも前回このね、これジェルタイプのハイライトなんだけど買ってたし、まあ、とりあえずこれでいいかなと思って。可愛くない？可愛いよね。この商品自体が可愛い。アビットジェリー、アビットジェリー、アビットジェリーっていうやつの。すごい可愛くない？で開けると、あ、ちょっと待って。見て、超可愛くない？ゼリー、ゼリー、ジェリー、ジェリー、ジェリー。じゃん？で、これを、そう、じゃあこれをちょっとここにつけていこうかな。どう思いますか？ちょっと待って、テストしてみよう。かわいい、すっげえかわいいけど、やっぱりちょっとゴールド強めだな。あ、でも伸ばせば見えますか、これこのちょっとツヤありのゴールド系の、あ、いいじゃん、よし、このままいっちゃおう。じゃあ OK、 これあのさ、私今指で取ったんだけど、これ絶対ブラシでいけません、ブラシでいけません、指でちょっと取って、こんな感じで、でちょっとここで慣らしてからポッ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 と、うん、慣らしたら全然つかん、ちょっと待って、乾いちゃった、もうすでに。 OK、 慣らさなくてもいいかな、ちょっと乾くの早いからそのままいっちゃっていいか。このアイシャドウすっげー、アイシャドウじゃないや、このハイライトすっげーかわいい。あ、全然うるさくない、やばい、見て、だけどバウンシーだよ、見て、ドゥン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 、バウンシー、バウンシー、このもう頬の一番高いところだけに、かわいい、これ見て見て、この強み見えますか皆さん、かわいい、これ皆さん見た目あんまりね、ほらこれだけブラウンじゃん、ブラウンってかもうゴールドじゃない、だからひーって思うかもしれないけど、乗せたら全然そんなことない、やばい。色味はやっぱりちょっとあれかな、私ぐらいの肌のこう肌が日焼けな方がこの色がいいと思う。これ違うカラーもあったんでちょっとチェックしてみて、かわいい、ちょっともっと重ねちゃおう。今回のメイクうるさいぐらいでいいんだよね、全てが主張しまくってる感じでいいんだよ。マジやばい、皆さん。これはやばい。すごい可愛いよ。ちょっと待って、調子乗りすぎちゃった。調子乗りすぎちゃった。やべ。鼻の上、指に乗せていきますね。あとこの唇の上入れるとね、超可愛くなるから。私さ、今までこれずっと、今回のチュートリアル見てくれた方気づいてると思うけど、私すっごいパウダーのせてきてるじゃないですか、顔にね、なんか、ベーキングもしたし、目の下すごいパウダーのせてたし、でそれにもっとほらアイメイクするからって言ってさ、重ねたりとかもしたし、だから結構パウダー塗ってるじゃないですか。でメイクって大体ルールないんですよ、基本ね、ルールないんだけど、だからこれの次にこれだけやらなきゃいけない。例えば、アイメイクを一番先にやらなきゃいけない、ファンデーションを一番先にやらなきゃいけないとか、そういったルールは特にないんです。
最終的にメイクが綺麗に仕上がれば、全体的に仕上がれば全然 OK なのね。そういう順番は問題ないんだけど、そのやっていく順番として、例えばさ、リキッド系、クリーム系、こういう濡れた感じのものをのせてからパウダーをのせるじゃん。でその上にまたリキッド系のをのせると台無しになるパターンが多いんですよ。 OK? なんだけど今さ、私こうやって散々パウダーのせてきた上から、今このジェルタイプ、濡れた感じのものをのせてるじゃないですか。で今回こうやった感じでのせて、この商品でだから別に台無しにならないんだけど、物によってはすごい台無しになる時とかもあるから、それはすごい気をつけてください。じゃあリップやっていこう。リップでね、リップが皆さん、またさ、リップがさ、今ヘリコプターが飛んでる、こんな夜にヘリコプターが飛んでる、あの近くに病院があるから多分それで飛んでるんだと思う。 OK、 リップなんだけど、皆さん前も言ったけどさ、リップものすごい商品いっぱいあるんですよ。でその中でも、その日本で買えるもの、日本で売られてる商品ってなるとまた難しくって、この私今回このリップスティック選んだんだけど、これは売られてるんだけど、このカラーは日本にいないとか、そういうのがいろいろあったからすごい大変だったのね。超選ぶのも大変だったんだけど、とりあえずこれを買いました。あ、汚れてる。スウェードマットリップスティックっていうやつです。でカラーはストックホルムってやつなのね。でリップライナーなんだけど、リップライナーがほらやらないとわからんじゃん。だけどさ、リップライナーに関しては、あ、こうやってテストできたんだけど、どういう風に仕上がるかちょっと難しかったから2本買ったんですよ。これ同じスウェードのマットリップライナーっていうやつね。で2色買ったのね。で1個がロンドンっていうカラーで、もう1個がダウンタウンビューティーっていうカラーなのね。でダウンタウンビューティーの方がちょっと濃いめなんですよ。でこのロンドンの方が私の買ったリップライナー、リップスティックと近い色をしてたから、まあ、ちょっと両方やってみようかなと思って。でこの目がこのアイメイクがどういう感じに仕上がるかちょっと分かんなかったから、買ってた時に全然こういうアイメイクするっていう想像もないまま買ってたんで、とりあえずカラフルなやつと思って買ったからさ、だから正直口元がどういう風に何それと似合うかとか分からなかったから、とりあえずヌード系を買ったんですよ。でヌード系を買っても、そのこうヌードだけに終わらせるか、それともちょっとこうグラデーションっぽくこう 90s 的な感じでリップライナーは濃いめにして、で内側ちょっと明るめでこうグラデーションっぽくしようかとか、分かんなかったから、まあ、とりあえず2色買ったのね。なんでとりあえずなんか見てるけど、これだけ目元がうるさいから、今回はこの、濃いリップライナーはちょっと避けて、リップスティックと似たカラーのこのリップライナーロンドンの方を使おうと思います。 OK、 ロンドンこれじゃん。で、リップライナー、あ、リップライナーを塗るときなんだけど、もう私散々ほら粉のせてきて、唇に塗るところも結構コンシーラーとか乗ってるから、このままのせて大丈夫ですけど、唇がねこう滑ってかけなかったら要は意味ないじゃないですか。だからちょっと軽くコンシーラー叩いてあげるといいと思うし、そうだな、コンシーラー叩いてあげると色の発色も出るんでおすすめです。ちょっと気持ちオーバー気味に描いててね。 OK、 したらこのリップスティック。 OK、 あのさ、難しかったんだよリップスティック買うときね。あのさ、ここ見てください。そう、アメリカでリップスティック買う人ちょっとこれ気をつけてね。ここわかりますか、こうやってさずれてるじゃん。でこのこれがこういう風にずれたりとかしてたら、誰かが開けてこうやって塗ったか、こうやって塗ったか、まあ、使われてるやつなんですよ。どんだけ見た目がそういう感じじゃなくても。だからここがちゃんとこうさ
切れてなくってずれてたりとかしてないようなものを気をつけて選んでくださいね。あ、思った以上にちょっとピンクが強いね。あ、でもかわいい、かわいい、あ、合うじゃんアイメイクと。かわいい、これリップライナーとの相性もぴったりです。リップライナーより、リップライナーちょっとこの今塗ったのよりちょっとこう濃いめっていうかなんて言ったらいいのかな、濃いめなのかな、なんだけど相性すごい。あ、できた。ちょっとやべ、待って、うわー、このリップ、リップライン、あ、リップスティックすっごい好き、この色。オッケー、じゃあちょっと眉、あ、髪の毛やって戻ってきます。じゃーん、髪やってきました、終わりました。どうでしょう、なんか思った以上に自分のなんかよくやった自分みたいな感じのメイクに仕上がったから、めっちゃくちゃ内心嬉しいですなんか正直あんまりカラフルなアイシャドウを使ったアイメイクあんまりしないから、普段もだから、なんかどういう風になるかなと思ったけど、かわいい。全部ひっくるめて感想を言うと、第1回目も言ったけどね、同じこと言ったけど、もう商品一つ一つはすごいいいものなんですよ、本当に。なんかこう、これ冗談でしょみたいなものとか今までは全然なくって、本当に使いやすいし、発色もいいし、なんかもう文句ないって感じなんですよ。だからなんだろうね、やっぱりこう消費者として大事なことって、一個商品を買ったとするじゃない、したらそれをどれだけ生かしてその自分の顔に使えるかっていうのが問題ですよね。なんかとりあえず OK、 やっと自分の肌質に合う色も合うファンデーション買ったね、でこれをただこう顔にのせるだけじゃないわけじゃないですか。例えばその選ぶブラシもそうだし、指でのせるのか、ブラシでいくのか、どのブラシでいくんだ、スポンジでいくのかとかね、なんかブラシでやった後スポンジもやるのかとか、スポンジだけでいくのかとか、そうやって自分でその商品をどういうふうに生かしていくか、自分のお顔にっていうのもすごい大変になってくるだろうし、その私がうるさく言ってたけど、アイシャドウやってた時にやっぱりベースをしっかり作ってからアイシャドウをのせないと、やっぱりアイシャドウの発色だなんだっていう前に、全然発色悪いじゃんって言っても、だってあなたの、ベースしっかりしてないからじゃんとか、まあ、そういう風になってくるわけですよ。だからそういうのとかもやっぱり、なんかやっぱりメイクって簡単じゃないですよね、そうやって考えるとね、一つ一つやっぱり丁寧にやっていくと、その商品の良さももっと出てくるし、それに合ったしっかりその商品がなんていうの、ベストに見えるように見せるためには、このしっかりと合ったツールも使っていかないといけないし、ブラシとかね、ほらちょっと平たいブラシでいくのか、ふわふわしたブラシでいくのかとかさ、そういうのも大事になってくるし、だからもう本当メイクってね、深いし簡単じゃないし、すごい大変なものだと思うんですけど、まあ、今回私のこの NYX の第2弾の絞りメイクで、このメイクの楽しさとか、あと商品それぞれの良さもそうだし、まあ、どういう風に使うのかっていうのもそうだし、こういう風にのせてからの方がいいよとか、そういうのもそうだし、まあ一緒に楽しんで見てくれたらとても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 嬉しいです。はい、今回バッと使って私の大のお気に入りは、そうだな、全部お気に入りだった、特にお気に入りだったけど、ナンバー3、
3つあげるとすると1個はファンデーション、これすごい好き、すごい好きだった。でファンデーションで2個目はこのリップスティック、リップスティックが好きです。で3つ目はどれだ、あこのジェルのハイライトが私のお気に入りですが、使ったもの今回全部全部捨て、素晴らしかったです。このビデオを気に入ってくれた方はぜひ LIKE を押してくださいね。あとまだチャンネル登録をしていない方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もう皆さん今何時だと思う？12時半、9時10時11時に3時間やってたね。今度ね、今度次やりたいのは言っちゃいます、言うとやらなきゃいけなくなるから、やるから。そうするとあのね、メイクアップチュートリアルって座ってライト焚いて時間がある時に、子供が全然あの何家にいない時、もしくは寝てる時、今みたいにって感じじゃないとできないから、結構あのやる時間が限られてくるんだけど、次やりたいのはですね、エルフの縛りメイクでございます。縛りメイクしつこいね。そうです、だってさ役に立つじゃん。しかも私は皆さんが、日本の方が手に入る商品だけを使ってやろうと思うんで、頑張ろうと思います。ではまた次のビデオで会いましょう。ビログの方もチェックしてね、よろしく。バイ、おやすみ。やばい。なんでゴミ箱を近くに置かなかったっていうのが大失敗かな、今回の。ゴミ箱が近くにあったら結構片付いたのに。もう1時になっちゃって、これから片付けます。おやすみ。